夏の風景を動画撮影テクニック。夏の風景を撮影するのは、美しい景色と季節の楽しみを残すためにとても魅力的です。しかし、動画撮影にはいくつかのテクニックが必要です。夏の風景を撮影するためのいくつかのテクニックを紹介します。1、長いレンズを使って被写体を引き立たせる。風景を撮影するときには、長いレンズを使って被写体を引き立たせることができます。このようにすることで、背景がぼけて、被写体がより際立ちます。2、パノラマ撮影。広い風景を撮影するには、パノラマ撮影が最適です。スマートフォンのカメラでも簡単にパノラマ撮影ができます。3、構図を考慮する。風景を撮影する場合、構図を考慮することが重要です。例えば、天空や海を映す場合、空や海が多く映るようにカメラの位置を調整することが大切です。4、音声を活用する。動画には音声も必要です。鳥のさえずりや波の音など、夏の風景に合わせた音声を収録することがおすすめです。夏の風景を動画で撮影するために、これらのテクニックを活用して、美しい動画を作成しましょう。